アメリカで株価暴落のリスクが急上昇、金利・物価の上昇が止まらないヤバすぎる実態、株が一気に売られた。足元で米国株式市場の動向が不安定になっている。 FRB 関係者はインフレ退治を急がねばならないとの危機感をより鮮明に示した。その結果、 FRB の金利引上げペースが早まるとの観測が出ており、米金利は上昇しやすく株が売られた。9月13日に発表された8月の米消費者物価指数 CPI は前月比、前年同月比ともに予想を上回った。世界全体で供給は不足している。その状況下、米国では労働市場がタイトであり、賃金が上昇している。企業は価格転嫁を急ぎ、食料をはじめ新車、家賃や光熱費など広範な物の価格が上昇、あるいは高止まりしている。多くの市場参加者が想定する以上のペースで FRB は金融を引き締めざるを得ないだろう。それに加えて、各国の政府は財政支出を増やして物価上昇に苦しむ家計などへの支援を強化せざるを得なくなっている。短期だけでなく、長期・超長期の金利は一段と上昇するだろう。年末にかけて米国をはじめ世界の株価が急落するリスクは軽視できない。高止まりする米国のインフレ懸念。8月の米国の CPI は前月比 0.1% 上昇、予想は 0.1% の下落、前年同月比で 8.3% 上昇、予想は 8.1% の上昇だった。原油価格の下落によってガソリン価格は下落した。その一方で、穀物や乳製品、果物、野菜、砂糖、食用油などの食料や家賃などの価格は依然として上昇基調にある。そのため CPI は高止まりしている。その背景要因として最も深刻なのは世界全体での供給不足だ。特にウクライナ危機の発生以降、ロシアは欧州各国に対する天然ガスの供給量を減らした。9月13日時点で、ロシア国営エネルギー企業ガスプロムは、パイプラインノルドストリーム1へのガス供給を停止している。欧州各国は、米国などから天然ガスの調達を何としても増やさなければならない。世界全体で天然ガスの需要はタイトだ。米国の天然ガス価格は上昇し、電気料金も高騰した。電気料金の上昇は多種多様な産業活動のコストを増加させる。その一方で、米国では労働市場が過熱している。8月の時間当たり賃金は前年同月比 5.2% 増加した。賃金増は企業の価格転嫁を支える。このようにして、米国では賃金インフレが進行している。FRB は前倒しで、なおかつ大幅な追加利上げを徹底して進め、労働市場の過熱を沈静化させなければならない。今後の展開によっては、量的引き締め、QT がさらに加速することも排除できない。8月の米 CPI 発表後はそう考える主要投資家が急増し、9月の連邦公開市場委員会、FOMC にて 1.00 ポイントの追加利上げが実施されるとの予想が増えた。9月13日の米金利市場では短期ゾーンの金利上昇が鮮明化した。高まる米国などの株価急落リスク。無リスク資産である国債の流通・利回り上昇によってリスクの高い株式に投資する意義は低下する。どの程度の水準まで FRB が政策金利を引き上げるかも、現時点では見通すことが難しい。13日、リスク回避に動く投資家は増え、ニューヨークダウ工業株30種平均株価は、全営業日から 3.94% 下落した。
1276.4 ドル安。その意味は冷静に考えるべきだ。世界の主要投資家の心理には景気後退リスクに FRB が配慮するという淡い期待が依然として残っているとみられる。昨年11月下旬まで FRB は物価上昇は一時的という誤った認識を続けた。企業、経営者、家計、金融市場の参加者はその記憶を引きずり、本格的な金融引き締めのインパクトを過小評価している恐れがある。しかし、ジャクソンホール会合でパウエル議長が述べた通り、FRB は失業率上昇などの痛みを伴ったとしても、インフレ退治のための利上げを進めなければならない。逆に言えば、労働市場の改善ペースを弱めなければ、旺盛な需要を抑え、物価を目標水準に引き下げることは難しい。かなりの期間にわたって FRB の金融引き締めは続くだろう。11月、12月の FOMC でも 0.75 ポイントなどかなりの大幅な追加利上げが実施される可能性は高い。物価高騰に苦しむ家計を支援するために財政支出を増やす国も増えている。金融引き締めと財政支出増大によって米国などの金利には一段の上昇圧力がかかるだろう。その一方で必ずしも割高とは言えないが、米国の株価水準は高い。定格付け社債の割高感も強い。米金利の上昇によって年末にかけて世界の株式市場が波乱含みの展開になることが懸念される。ロシアの影響工作費用、2014年以降に3億ドル超過。ロシアが2014年以降、数十カ国の政治家や政党を取り込むために費やした金額は3億ドル、約430億円を超えているという。氏名が明かされていないバイデン政権の高官が国内の複数のメディアに対して明らかにした。国務省の公電などから得た情報を分析した結果として公表されたところによると、ロシアは今後、さらに多くの資金を各国の政治家などに送る計画だ。米当局がどのようにして3億ドルという金額を割り出したのか、実際にロシアがどの国を標的としていたのかについては明示されていない。だが、ロシアの政府関係者は、欧州や中米、アジア、中東にある企業やシンクタンクを通じて、あるいは実在しない契約やシェルカンパニーを通じて密かに資金を送っていたとされる。アジアのある国では駐在するロシア大使がその国の大統領候補に現金数百万ドルを渡していたという。こうした影響工作の一部にはロシアの政治家アレクサンドル・ババコフとオリガルヒ新興財閥のエフゲニー・プリゴジンが関与している。二人はいずれも米国の政治に干渉したとして米連邦検察に起訴されている。プリゴジンは2016年の米大統領選に影響を与えようとしたロシアのトロールファーム、偽情報を拡散させる組織インターネットリサーチエージェンシー IRA に出資していることで知られる。またウクライナやシリア、アフリカの数カ国に傭兵を送り込み、各国の政府とも密接な関係を築いているとされるロシアの民間軍事会社ワグネルグループにも出資しているという。プリゴジンとロシア政府はともにワグネルとの関係を否定している。米国務省の報道官の一人は、ロシアの隠れた政治的影響力は米国と世界中の民主主義国家にとって大きな問題だと述べている。同省のネッド・プライス報道官は、他国の選挙に干渉しようとするロシアの行動について、国家の主権に対する攻撃だとしている。ロシアは長年、外国の選挙に干渉し、自国の都合の良い候補者が有利になるよう画策していると批判されてきた。2016年と2020年の米大統領選では、それぞれ民主党の候補だったヒラリー・クリントン、ジョー・バイデンを誹謗中傷する情報を広めたとされている。また、米司法省は2020年、2017年に世界各地で起きたランサムウェア攻撃に関与したとして、ロシアの情報機関の関係者を起訴した。
この関係者らは同年のフランス大統領選にも影響を与えようとしていた。ロシアは2019年のウクライナの大統領選にも干渉していたとされるほか、スーダンをはじめとするアフリカの数カ国との関係についても厳しい目を向けられている。米政府関係者は CNN に対し、こうしたロシアの影響工作についてバイデン政権が入手した情報を暴露することは、ロシアが秘密裏に行っている活動を妨害するための最も効果的な方法の一つだと述べている。今年2月にロシアがウクライナへの侵攻を開始した前後にも、米政府はロシアの行動に関する情報を公開し非難していた。暴露されたロシアの計画に関する情報は大半がほぼ正確なものだったが、公開時にそれらを裏付ける直接的な証拠を示さなかったことで米政府も批判を浴びていた。